フレイルチェックは町民のフレイルを予防するために健康長寿化が開いたもので、この日は町民13人を対象にフレイルサポーターがチェックを行いました。フレイルとは健康な状態と要介護状態の中間に位置する筋力や心身の活力が低下している段階を指します。当院長では町民のフレイル予防のため、2021年12月に公募で集まった町民でフレイルサポーターを結成し、現在は27人がサポーターとして活動しています。はじめに健康長寿課の諸岡有奈さんがフレイルチェックに参加していただきありがとうございます。本日はフレイルについて理解を深めるとともに、フレイルサポーターの方との交流も楽しんでいただきたいと思いますと挨拶しました。フレイルチェックでは自分の親指と人差し指でふくらはぎをつかんで筋肉量を測る指輪っかチェックや、栄養や運動、社会参加に基づいたアンケートに答えるイレブンチェックが行われ、参加した皆さんは自分の健康状態を確認していました。また測定の時間では滑舌や握力、手足の筋肉量のチェックのほか、片足立ち上がりテストなどが行われ、参加した皆さんはフレイルサポーターの指導のもと測定を行っていました。もう握ってみられてる、あ、今でいいの、最後にフレイルを予防するために重要な食事についての講習も行われ、主菜副菜のバランスが良い食事を心がけるとともに、若い頃よりもタンパク質を多めに摂取する必要があると説明されると、参加者の皆さんは一生懸命話を聞いていました。ですね、自分 の、 筋肉量働いている時とあんまり変わらないかなと思ったら甘かったですね。やっぱりサボっとると言われててみたいに筋肉量が落ちてるのがしっかりよく分かりました。もう今後ちょっと体を鍛え直して順次参加していきたいと思いますので、よろしくお願いします。